皆様、新年明けましておめでとうございます。市民皆様、健やかにお正月をお迎えのこととお喜びを申し上げます。迎えた2021年、昨年は新型コロナウイルスの感染拡大、これによって世界中が不安を感じる、そういった年になりました。しかしながら新しい年を迎えて、私たちはこの苦難を乗り越え、そして今年はこそ元気に、そして健康に過ごせる一年になる、そのように信じて、市民の皆様のお力をいただきながら、共に暮らしやすい府中づくりに努めてまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。まるごと府中キャスターの山崎彩です。今年もよろしくお願いいたします。さて、新年最初のまるごと府中は、東京オリンピック・パラリンピックの開催にちなみ、高野市長と府中市を活動拠点とするプロサッカーチーム FC 東京から、オリンピックに出場経験のある FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さん、そして FC 東京普及部コーチの梶山陽平さんによる新春対談を、市民活動センタープラッツのバルトホールからお届けいたします。新型コロナウイルスの感染が拡大する中においても、スポーツに真正面から取り組んで、そしてこの地域に愛着を持てるような、そういったスポーツ活動を継続して行っていただいている FC 東京の皆さんとの対談です。皆さんと楽しいお話をしたいと思います。はい、皆様ごゆっくりご覧ください。ちはやふる in 府中、2大イベント開催。第1弾ちはやふるステッカーラリー in 府中開催中。末次ゆき先生書き下ろしのステッカーは全5種類、府中市を巡って集めよう。第2弾1月19日から31日まで、府中市美術館でちはやふる複製原画展開催。詳しくはちはやふる in 府中で検索。それでは改めまして、ゲストの皆様をご紹介させていただきます。 FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。石川さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。石川さんは1981年生まれ、横浜 F マリノスのアカデミーを経て、2000年に横浜 F マリノスに加入した後、2002年から2017年に引退されるまで FC 東京で活躍されました。2004年にはアテネオリンピックに出場されたほか、日本代表でも活躍されました。続きまして、 FC 東京普及部コーチの梶山陽平さんです。梶山さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。梶山さんは1985年生まれで、 FC 東京のアカデミーを経て、2004年に FC 東京のトップチームに加入し、2013年にはギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC に移籍されるなど、2018年に引退されるまで国内外のチームで活躍されました。また2008年には北京オリンピックに出場されました。さあ、今回は高野市長とゲストのお二方による対談をお届けいたします。まずはですね、皆さんに昨年の様子を振り返っていただきたいと思うんですが、高野市長にとって2020年はどのような年でしたでしょうか。はい、新型コロナウイルスの感染が拡大し、社会が非常に混乱をした、そういう年とまずは言えるというふうに思います。府中市の計画しておりました、イベントや、事業、なかなか予定通りに行うことができずに、市民の皆さんと
お会いする機会が非常に少なくなった年であったというふうに思います。しかしながらそういう中でも地域で支え合う、そういった機運が非常に盛り上がったことも多くありまして、市民の皆さんの府中市に対する愛着、愛情、そしてさまざまな形でのご理解とご協力、これに本当に感謝の気持ちをずっと持ち続けた、そんな年でありました。昨年はですね、柏レイソルとのルヴァンカップの決勝戦が直前で開催延期となってしまいました。試合の方もですね、中断していましたし、その期間にやはり自粛ということで選手たちもピッチの上でこう躍動することができずに、自宅でトレーニングを積み重ねていたり、フロントスタッフもですね、そのコロナの影響での試合延期の対応というもので、一人一人が本当に変化に対応するっていうところでいうと非常に難しい時期が続いたんですけど、やはりその時期に何ができるかでリーグ再開のところでのですね、また結果なり内容が変わってくるんじゃないかと、そういうことを信じて日々もどかしいながらも過ごしてました。普及部の活動も、6月ぐらいまでは活動できずにいたので、スクール生もこう体を動かしたい中で、我慢しながら、過ごしてたと思うんですけど、その中でも、やっぱり新しい活動としてオンラインでいろいろ家でできるトレーニングだったりをコーチたちが、撮影して、それを流して、子どもたちに、家で少しでもボールを触ることができるように、新たな取り組みも、やることができたのかなっていう、年でした。さあ、そうした状況を経て2021年は東京でオリンピック・パラリンピックが開催される予定となっておりまして、お二人ともオリンピックに出場された経験があるかと思いますが、私は2004年のアテネオリンピックに出場しました。オリンピックは結果が残せずですね、3試合で予選敗退となってしまったんですけど、何よりもその大会に出るまでの過程、積み重ねがその後のサッカー人生に大きく自分の中で影響を受けていましたし、つながった、そういった機会だったので本当に参加できてよかったなというところと、スタッフもそうですし、迎え入れてくれるギリシャの方々だったり、ボランティアでこうサポートしてくださる方々だったり、本当にその大会が、その一つになって行われている、そういう印象を受けました。梶山さんはオリンピック後ギリシャのチームに移籍されましたが、これはオリンピックでの出場経験がこう影響した部分というのはあったんでしょうか。オリンピックもそうですし、その前の世界大会の時もそうですけど、こう海外の、選手とプレーして、とてもこう刺激になって、もっとこう上を目指したいという気持ちが、生まれて、オリンピックでやっぱりそういう気持ちが、さらに強くなって、ぜひ挑戦したいということで、チャレンジしました。東京オリンピックが開催されるとのこと、この意義というのはどのように思いますか。まずはですね、サッカーは年齢制限がありまして、23歳以下ということで、オリンピックに出たくても出られない年齢であったりが あるんですけど、その年代でこうプレーできる選手は FC 東京の選手にもいますし、世界の中で戦う自分の立ち位置だったり、今梶山は言いましたけど、自分 その新たなモチベーションに変わる、そういった機会にもなるので、いろんなことをその感じながらピッチに立てるっていうことは、まして日本代表でプレーするっていうことは本当に感謝とともにプレーしてほしいなと思います。一体感というか絆というか、東京でまたそういうことを感じられるっていうのは非常に楽しみですし期待しています。もちろんサッカーもそうですけど、こういろいろな競技がある中で、自分がこう経験したことない競技にも多分興味すごい持って、応援したり見たりすると思うので、国全体ですごい盛り上がると思いますし、みんなでこう一体感というかそういうものを持ってこう応援できたらいいのかなっていうふうに思います。自転車のロードレース競技、これが府中市の中にある公園をスタートして、そして街の中を走り抜けて富士スピードウェイをゴール目指してそこまで駆け抜けていくんですが、オリンピック会場がある街
というのはいくつかあるんですけど、町がオリンピック会場になるというのはそう多くないものですから、欅並木や青国玉神社の参道も自転車が走り抜けていきますので、市民挙げて世界中からおいでになる選手皆さんやスタッフの皆さんを、歓迎し、そして激励する、そういったこうまさに世界とつながる時が、今年こそ来てほしいなというふうに思って楽しみにしているところですね。もちろん東京スタジアムでサッカーの試合やあるいは他の競技行われますし、武蔵野の森スポーツプラザでバドミントンほかいくつかの競技を行われるんで、多摩地域でオリンピックを直に感じることができる、そういった競技場と隣接しているっていうのも一つは府中の非常に恵まれた環境かとは思いますが、自転車のロードレースについては非常に期待をしています。府中市はオーストリアやオーストラリアのホストタウンとなっていまして、世界とつながる大きな機会となっていますが、もう 2,3 年前からオーストラリアとは野球の代表チームを受け入れたり、あるいは車椅子バスケットボールパラリンピックのチームをですね、キャンプ受け入れて、いろんな交流をしてきているところです。もっと言うとオーストリアの方はこの国のウィーン市ヘルナルスク、ここの皆さんとは 27,8 年前から友好都市関係を結んでおりまして、お互いこう留学生を派遣し合ったりして、今その関係がさらに強くなってきているところなんですけど、最近ですね、府中市内の小学校、府中市立南町小学校でオーストラリアニューサウスウェールズ州、シドニーがあるところなんですけど、そこの小学校とですね、直接リモートでお互いの町の紹介とか、それから今後の交流につながるような、そういったですね、英語を一生懸命子どもたちに使って、会話をしたりとか、そういうことも起きて、始まっていまして、まさに世界とつながる、そういった時がですね、さらに充実した時が迎えられるのではないかと期待しています。ではここから府中市とのつながりの対談に移らせていただきますが、 FC 東京は府中の日として市民の方をスタジアムへ無料招待したり、府中市内のイベントに参加していただくなど地域とつながる活動をされていると思いますが、府中市のイメージや象徴的なものというのは何かありますか？本当に多くの企業、大企業もあり中小企業もあり、自然も豊かで、本当に住みやすい街、働きやすい街、そしてスポーツも盛んですし、本当にありとあらゆるものが備わっているというか揃っている、そんな、府中市だというふうに思ってますし、実際にですね、選手の時は、ピッチの上で、自分もその含めプレーで、皆さんにその応援していただけるそのエネルギーをですね、皆さんに届けて、自分が逆にもらってそれを届けるっていうことをしていたんですけど、今はフィールドが全く変わってですね、地域だったりとか社会の連携の中で府中市に還元できるもの、府中市さんがそのなんていうんですかね、FC東京を心のその拠り所にしてもらえるような、そういった取り組みをサッカーだけではなくて、教育的な観点だったりとか、健康的な観点だったり、まちづくりだったりと、そういったところの観点で今自分は仕事をしています。僕もこうスクールで府中に週2回ぐらい来るんですけど、本当子どももすごい元気ですし、人もすごい温かいという印象があって、こう、よく、少し時間があるときは、買い物したり、街を歩いたりするので、そういう意味ではすごい賑やかですし、すごいいい街だなっていう印象があります。そうやって言われると嬉しいですね。いや嬉しいです。ね。さあ、そして石川さんはクラブコミュニケーターとして本当に幅広く活躍されていらっしゃいます。去年の8月なんですけれども、府中市のシェア府中プロジェクトを通じて市民活動団体のママチャリーズを開始、府中市内の子ども食堂に物品の寄付もされていたかと思いますが、やはりですね、コロナ禍の影響で、子どもたちのその笑顔だったりとか、やはりそのやっぱり元気を届けたいなと
というところで、もちろんそのサッカースタジアムに来ていただくこともそうなんですけど、身近に FC 東京があるよっていうことも知っていただきたいですし、実際にそのシェアフチュープロジェクトでいうと、私自身もその今クラブコミュニケーターで、本当に似たような活動を今開始しているところで、その一環で、シェアフチュープロジェクトのところでもママチャリーズの方に、返してですね、子どもたちに、プレゼントさせていただいたというような、経緯になります。FC 東京2023ビジョンとして、FC 東京はサッカー文化を作るという形で今取り組んではいるので、サッカーだけでサッカー文化を作れるとは私も思っていないですし、地域の方々との協力だったり共同の中で、教育的な観点であったり、それこそ町、そして健康、そういったところの、ビジョンを掲げながら一緒に取り組んでいきたいなというふうに思っています。梶山さんにとってクラブとこの地域のつながりを感じる瞬間というのは何かあったりしますか？そうですね、いろんなところでスクール本当にやってるんですけど、参加してくれる人数もすごい多いですし、そういうところでやっぱりこう FC 東京もそうですし、サッカーもそうですけど、遊びに来てくれるっていう部分ですごいつながりを感じるかなと思います。私FC 東京の試合があるときに電車でですね、私もゲームを見に行ったりして、その帰りに府中の駅とかブバイガールの駅とかで青赤の、いろんなこうユニフォームとかいろんなグッズを持った家族連れが、みんな降りていく、その光景を見ると、あ、この人たちは府中の人で、そして今日も応援に行ってくれたんだ、なんか非常に心が温かくなるんですね。ですから町への愛着っていうのは、チームへの愛着からつながっていく場合もあるというふうに思いますので、非常にこう、みんなで愛しているチームなんじゃないかなというふうに、その光景を見ただけでも思う時があります。 FC 東京では選手の皆さんが中心となって地域活動を展開する選手会発信の取り組みも行われているということですが、そうですね、小学校訪問であったり商店会巡回であったり、本当に頻度的にはその年に何度もという形にはなかなかちょっとできなかったんですけど、継続して取り組ませてもらっている活動でもありますし、昨年はコロナ禍の影響でなかなか直接子どもたちには会えないということで、選手がそのやっぱ夢の実現だったり、その夢を持つことの素晴らしさっていうことを、小学校、第8小学校ですかね、道徳の授業で実際にビデオをこう、流してもらいながら夢についてお互いが考えるという機会を作らせていただきました。選手の時にそういう活動に行くと必ず感じることが、こう応援してもらっていてまた頑張ろうっていう気持ちに必ずなっていたので、やっぱり選手もそういうところにたくさんこう行きながらそういうパワーをもらってまたさらに活躍、できるんじゃないかなと思います。今 FC 東京の中では昨シーズンですね、試合の中で、観客 の、 皆さんをこう制限しなくてはいけない、J リーグの、ルールというか条件の中で開催をしていたんですけど、あと私とあとは引退して OB の羽生、直武クラブナビゲーターとですね、YouTube でライブ配信をして、その中で試合前、試合中、試合ごとまた新たな形でサッカーだったりつながりを持てるような機会をこう作らせていただいたんですけど、その中で、府中の、紹介をですね、 YouTube 動画だったりとか私と羽生で、府中を紹介させていただいたり、今取り組んでいることを実際に、紹介させていただいたときにチャットがあってコメントも結構見られるんですけど、府中に住んでますとか、紹介してくれてありがとうございますとか、こういうとこありますよとか、そのやり取りがまたそこでも生まれましたし、府中を知らない方々もやっぱ中にはどういう街なんだということをアピールできたり伝えられたんじゃないかなというふうに思います。選手の皆さんから、いろんな話を伺う、特に、いいことばかりじゃないと思うんですよね。怪我をしたり、あるいはなかなか自分の技術が、上がらなくて試合に出る回数が多くなかったりとか、でもそういうこう苦しいところを乗り越えて、例えば試合に出場して自分が目標とするプレーができたりとか、あるいは結果として勝利をつかんだとか、そういったこう経験談を話していただけるということは、自分が考えていること以上の
経験をした人が目の前にいるということは、そこから学ぶことはものすごく大きいんだろうというふうに思いますね。さあ、そして梶山さんは江東区出身でして、FC 東京の、アカデミーに所属されていらっしゃいましたよね。僕は深川のスクール、僕自身も入っていて、中学生に上がった時に隣でトップチームが練習しているのをこう生で見て、そこで本気でサッカー選手になりたいというふうに思ったので、府中市の子どもたちもぜひ味の素スタジアムだったり小平のトップチームが練習しているグラウンドにこうプレーをこう見てもらえると、多分そういう気持ちだったりそういうのが多分大きくなると思うので、こう近いと思うのでぜひこう足を運んで見てもらえるといいかなと思います。もう現在 FC 東京のアンダー18、アンダー15にも府中出身の選手がいらっしゃる。あ、そうですね、はい、中学生、武蔵の、3年生と1年生に、はい、府中出身の選手がいて、はい、とてもこう有望な選手だと思うので、はい、プロになれると思っています。はい、ぜひ良き指導をお願いします。はい、さあ、府中市や近隣市にこう身近なチームとして地域とつながる取り組みを今後もクラブ全体や選手会で継続していただける予定なんでしょうか。もちろんです。逆にどんどんですね、 FC 東京を使っていただきたいなというふうに思います。サッカーはやっぱり手段であるので、その中での目的だったりビジョンがやはり一緒に描けていくと、クラブとしてもやっぱり価値を持って、さらなるその存在意義だったり価値を、持ってもらえるんじゃないかなと思いますし、チーム自身もですね、先ほど新たなピッチでと言いましたけど、そのピッチがまさに府中市にはあると思っていて、その府中市のピッチを、私自身も FC 東京としてもこう駆け回っていきたいなと、一緒になってこう形にしていきたいなというふうに思っています。やはり地域でのつながりっていうのが、やはりそれぞれの皆さんにとって、安心な生活、そして安全に暮らせる、その一番の元になるものだというふうに思いますので、FC 東京さんが地域でのつながりを大切にしていただけるということは、本当にこう幅広く、市民同士のつながりもさらに広がっていくんだというふうに思います。続いてはですね、皆さんに2021年の目標や抱負を伺いたいと思います。まずは高野市長からお願いいたします。はい、敷地に3つ書きました。新しい未来を開く、信頼の絆を築く、千年の魅力を磨く、市政運営方針もこれでいこうと今思っているんですが、やはりコロナ禍で、これまでと違う新しい未来を作らなければいけないということを誰もが感じたと思います。いつまでも健康で元気に暮らす、そのために新しい未来を開いていく、変化を起こしながらも、未来をしっかりと見据えて、これまで考えていた未来よりもさらに安心な生活が送れるように開いていく、そういう思いを込めました。そして、同じようにコロナ禍で人と人のつながりが希薄化してしまってはたのではないか、子どもたちが家に閉じこもってなかなか表で遊べない、あるいは高齢の方々がご自宅で孤立化してしまっている、そんなことも、よく伺いました。ぜひお互いの横のつながり、地域でのつながりをさらに見つめ直して、また言うなれば世界の人とのつながりも信頼を築いていく、そういう年にしたいなというふうに思います。また最後に洗練の魅力を磨く、府中市は大変歴史がある町で、町の中に宝物がたくさんあります。これを、府中を訪れる人、特にオリンピック・パラリンピックでおいでになる方々に知っていただいて、そこを訪ねていただく、また少し経済的に地域経済苦しくなってます。ですのでそのことを洗練の魅力を磨きながら、
活力とにぎわいのある街づくりを進めていきたい、そういった思いからこの3つを掲げさせていただきました。以上です。続いて石川さん、お願いいたします。はい、私は共有、はい、です。今市長おっしゃったように、コロナ禍の影響でですね、苦しいこと、辛いこと、もどかしいことたくさん、あったと思いますし、私自身もありましたし、クラブとしてもありました。選手の時に経験も したんですけど、やはりその怪我でプレーできなかった時ですね、非常にもどかしくて辛い時期を過ごしていた。コロナ禍の影響でそういうふうな思いでいた時と、怪我を実際してプレーできないもどかしさだったり辛さだったり、そういった思いが自分の中では重なったんですね。でその時にやはり怪我を乗り越えることができたのも、苦しいこと、辛いことをいいことばかりじゃなくて、全てをこうファン、サポーターの方々と共有して、その中で自分が改めてこうやるべきこと、やりたいこと、皆さんにこう求められていることを理解しながらですね、こうピッチに立つっていう喜びを、復帰とともに感じることができました。そういう部分でいうと、このコロナ禍の影響で、たくさんの変化がある中で、その変化を恐れずにしっかりと受け止めてですね、進化できる、そのための、苦しいこと、辛いこと、喜びも悲しみもですね、全てを皆さんと一緒に共有して新たな力にして、進化させていきたいなと、そういうふうに思っております。ありがとうございました。続いて梶山さん、お願いいたします。はい、はい、僕は成長です。はい、選手の時もそうでしたし、今子どもに指導している中でこう新しいことにどんどんチャレンジして、こういろいろできてもできなくてもどんどんチャレンジして成長していけるっていうのを子どもにも伝えているので、自分も一緒に子どもと成長できたらいいなと思っています。では最後にですね、市民の皆様にメッセージをお願いいたします。2021年、新しい年、この年は本当にいい年にしたい、そういう思いが非常に強くあります。しかしながら、まだまだ新型コロナウイルスと戦わなければなりませんし、その中においては市民皆さんのお力を、ご理解とご協力をさらにいただくこと、これが大切だというふうに思っております。ぜひ府中市政がさらに発展しますように、皆様方のご指導とご鞭撻、心からお願いを申し上げたいと思います。続いて石川さん、お願いいたします。はい、FC 東京は強く愛されるチームを目指して日々積み重ね取り組んでおります。府中市民の皆様の、パワーをですね、エネルギーに、ピッチでの躍動、そしてクラブの発展に変えてですね、一緒にこう共有しながら、悲願のリーグ戦タイトルを皆さんと一緒に喜びを分かち合えるような、そんなシーズンにしていきたいなというふうに思っています。クラブコミュニケーターとしてはですね、やはり皆さんに、お互いをその思いを共有しながらですね、皆さんのその心の拠り所になる、そういった存在の中で、新たなそのピッチを躍動するために、皆さんの、とのコミュニケーションですね、いろんなご意見を聞いて、新たな変化から進化につなげられる形を皆さんと一緒に生み出していきたいというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いします。では最後に梶山さん、お願いいたします。はい、石川 CC もおっしゃいましたが、FC 東京こう悲願のリーグ初タイトルを府中市民の皆様と一緒にこう味わいたいというのが一番大きくて、その次にこう FC 東京のスクールも府中でやっているので、そこにこうたくさんの子どもたちがこう足を運んでいただき、一緒にこう成長していきたいなという、はい、思いがあります。はい、ありがとうございます。今回は高野市長と FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さん、普及部コーチ梶山陽平さんによる新春対談をお届けいたしました。皆様、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。FC 東京クラブコミュニケーター石川直弘さんと普及部コーチ梶山陽平さんのサイン入りユニフォームとボールを抽選で4人の市民の方にプレゼントします。申し込みは1月12日火曜日までに、
はがきまたは電子メールに必要事項を記入して、制作総務部広報課へお願いします。